皆さん、これを一緒に読みたいと思います。3、はい。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰な心を持って生きる神が生まれるものはないように気をつけなさい。兄弟と言われている間に日々互いに励ましちゃって誰も罪に惑わされて固くなりにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。アーメン。これはですね、私が洗礼の時にですね、いつもお話しするお話の5つぐらいあるんですが、そのうちの1つです。洗礼を受けるというのはゴールではなくて、実はそこがスタート地点になるんですよね。で、パウロという人はですね、自分は非常に悪いことをしたと。キリスト教徒を迫害し、迫害しただけではなくて死刑にまで、あの殉教者、一番最初のキリスト教の殉教した殺されたステパノという人を死刑の凶を入れた人でもある。しかし、そのパウロはその罪を悔い与えたばかりではなく、それは神の恵みによって、憐れみによって一方的に許されたよ。恵みという言葉をよくキリスト教は使いますけども、恵みって何ですかっていうと、無条件に許されることなんです。無条件に愛されることなんです。無条件に天国に行けるということが恵みという言葉なんです。恵みによって過去の私は許されました。今日のこの修法の裏、ここに書いてある私の刑務所伝道、なぜ刑務所伝道しなきゃいけないんですか。私はキリスト教徒にならなかったら、きっと覚醒剤中毒を増やすような密売人として生き、ヤクザとして多くの犯罪を手に染めていたでしょう。そればかりではなくて、もし私が1回捕まるならば、どれだけの税金が1人の犯罪者に使われているんですか。当番弁護士、国選弁護人、5万から15万。はたまた殺人事件で国選弁護人になったら、もう何十万、何百万というお金が弁護士に国から支払われるんです。受刑者が3食食べる食事も全部税金です。それを見張る警察官も刑務官も全部税金です。今入りきらないって言って各都道府県で刑務所が建っていきます。これも全部税金なんです。私一人が犯罪者を辞めました、ヤクザを辞めましたって言ったら、私一人にかかる、これからもしヤクザ辞めなかったらまだ懲役太郎で、僕は30歳の間に子供の前で言いたくありませんか、3回も刑務所入る3回も刑務所入ってるってことは、3回も税金も無駄遣いした張本人です。なぜ刑務所伝道が大切なのか。信仰あるないにかかわらず国のためなんですよ。そして、犯罪者の心が変わるということは、僕はキリストイエスにあっては可能です。そして覚醒剤をやめることにおいても、やめたい、やめるっていうその決断をするというのもね、この揺るぎのない信仰によってね、非常に強く、たとえこけたとしても必ず立ち上がる、ね、刑務所にお帰り遊ばせるうちの信徒もたくさんいます ね。そんな人は自分でケツ拭いてこい、どうぞ刑務所行って、ね、どうぞ罪を償って、悔い改めて、本当に悔い改めて身を低くして私のところに来るなら考えてもいい。神様を知って悪いことをしてごめんなさい、それで許されるんですか。本当はそうじゃないでしょ。でも神様は本当に、神の前に素直に真実の悔い改めをするならば、あのダビデもでもその罪のおかげで子供たちから命を狙われ、国が分裂する元を築いてしまいました。
罪の報酬は死です。しかしその死を打ち破ったのはイエス・キリストです。それを私は信じてます。信じてるどころか私の証、信じて今今日に至るまでに信じられないお証がたくさんあります。生きて働いて神様が私をそうさせたんです。で、私たちにはクリスチャンになったらば皆さん責務があります。どんな責務があるんですか？神様を表さなきゃいけないんです。奇跡を見せるんです。私じゃなくてもできます。めぐみさんの中に、ふみさんの中に、勇気の中に、シャブやめました。見てください。たった今1年かもしれない、3年かもしれない、5年かもしれない。医学上ではリハビリ中かもしれない。しかし見てください、この私がヤクザを辞めてこの 10年間内にどんなことが起こったんですか。神様がいるとしか思えないような奇跡が起こってきたんです。これ紛れもない私の自慢でもありますが、これは私の自慢でもない神様の自慢なんです。そうでしょ。刑務所出てきてまだ9年半年です。10年経ってないんです。その間にどんなことがあったんですか。まあ、娘が小学校3年生の時に実は来た。刑務所の中で生まれたところ、この子のお母さんは偉いですから、私きっぱりもう合わせません、死ぬって言います、死んだことになった素晴らしい選択素晴らしい選択です。親として見上げたもんですよ。お母さん偉いですね。お母さんは偉いですよ。お前のお母さん偉いですよ。でもこうして会うことができています。それだけじゃないですよ。証しをしたい、本を出したい、いろんな人をその本を通して神様を知らせたい。でも出版するお金がない。出版するのに100万か150万ぐらい最低かかりますよ、2000部出すのに。どうしたらいいんですか。でも私なんとかなるって信じてました。どうですか。僕4冊本書いてるんですよ。しかもお金もらって、まあ、ビビたるもんでしょうけど、作家としてですよ。前科7犯、刑務所3回行ってんです。出てきてまだ9年半。この教会だけではない、お茶の水の教会も小さいながらも集会を持たれて、誰がしたんですか。神様です、ね、神様は何、パウロは何て言ってる。第一コリントの5章の終わり、15章の終わりに、これは私ではなくて実に神がしたんです。そのことが起こるんです。この御言葉をちょっと出して、これはもう悪い不信仰の心になって生きる神から離れないし、気をつけなさい。これももう当たり前のことですが、今日と言われる間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。私たちはなぜ教会に集まるんですか。互いに励まし合って、外に行きそうな、どっかサタンにつままれてどっか行きそうになったら、それはあなた違いますよ、私たちが一緒に祈りましょうって、互いに励まし合って互いに祈り合うために私たちはいるんです。そして今日と言われる間ですよ、昨日でもない、明日でもない、今日、今ですよ、今を生きることに 100% 100% ない、真剣に命を懸けない人間、どうして明日祝福されるんですか。明日があるのか、今があって、今を十分生きるから明日がある。明日のことは思い煩うな、明日は明日が心配します。今日この日が大事なんです。どんな日もです。失敗したと思ったとも、その日その日十分に精一杯認められる神様に、よくお前は今日生きた、今日の命をね、今日しかないという、その今日私たちは命の限り生きる、そしたら明日があるんです。私は今日の自分より明日はもっと素晴らしいと信じています。でも今日は昨日より素晴らしいんですから、今日生きるんです。私はです、信仰の
勇気もそうでしょ。勇気だって刑務所の中でお母さんが祈ってくれて、みんなが祈ってくれて、今日こうして洗礼を受ける。彼は僕と同じ刑務所の中で洗礼を受けたい、ね、受けるんだっていう明確なクリアなビジョンがあって、それを追いかけて刑務所の中で聖書を読んで、ね、うちの教会はそういう人たちの集まり、もちろんそうじゃない人も多いんだよ。でもなんか一般的にはなんか刑務所の外の人ばっかりいるっていうイメージですけど、まあ牧師はそうだからしょうがないから今日という日に、今日のために、ね、そしてここが大事なんです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちたりすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。キリストに預かるって何ですか。神のことになるんですよ。そして天地の相続人となるんですよ。この一坪30万ぐらいの壺をもらうんじゃないと、永遠に続く天国を私たちはもらってるんです。それが私たちの信仰、キリストに預かるものっていうのは天地の相続人であり神のことされるんです。でもこれにはおまけじゃないけど条件が一つだけあるんですよ。それは最後まで保ちたいです。洗礼です。このハンカチは信仰です。もらいましたね。この信仰という切符、死んで天国行くときにあれないないって言ったら天国帰れないんですよ。信仰は切符です。いいですか。この信仰の切符、切符を持っていない大学の教授と信仰を持っているヤクザと、どっちが天国帰れるんですか。究極の話です。ヤクザ、ヤクザが入れんですよ。信仰はそういうもんですよ。みんなに迷惑かけたヤクザの親分がいました。山口君、そこの若い子だった2人が、2人というか夫婦が救われました。私の友人のところで、救われました。末期がんで東京の最後の2週間枕元に毎日泊まって、毎日下の世話、それだけはやめてくれ、奥さんもう射程もできません、看護婦さんやらせましたけど、後の身の回りの世話をみんなやったんです。で兄貴、組長ですよ、兄貴イエス様信じてないですか、今まで人を散々苦しめてきて騙して脅してきて、その人生食い改めませんか。私たちが今こうして寝ずの番をして疲れてるのはイエス様を伝えに来たんですよ。その組長は僕が加古川で会ったあの横浜の昔気質のヤクザと一緒ですよ。イエス様信じては楽になりませんかって言ったら、俺はこんな好き勝手生きてきて楽になったら申し訳ねえって言うんですよ。そりゃあんた真面目ですねって。そうでしょそうでしょ。でもね、楽って言うけど違いますよ、違いますよ、二度と罪を犯さない、二度とヤクザの世界に戻らないという決断なんですよ。何十年もヤクザやってきた人間の決意なんですよ。厳しいんですよ実はって言ったら、その人はあれから1年ずっと教会に来ている。それと同じようにそのヤクザの組長だった人は、分かった、俺がイエス様を信じるで洗礼を受けたんですよ。正直な洗礼、どんな悪いことしたか分かりませんよ。10回近く刑務所入ってんです。私たちは恵みで目の黒いうちに、元気なうちにイエス様を知ることができたんですよ。死ぬ前にもらえばいいやん、そんなのはね、信仰から離れてます。もらったんです。最後まで持つんです。最後まで持つ。そのために死んだんです。私のために死んでくれる人誰がいるんですか。自分のために
死んでくれる神はどこにいる？自分のために復活してくれる神様はどこにいるんですか？唯一キリストイエスが過ごしてくれたんですよ。それにお答えしたい。それが私たちのクリスチャンで、許されたあなたはどのようにして生きていくんですか？悪いけど命を懸けたんですよ。命を懸けるんですよ。クリスチャンになるってことは命を懸けるんですよ。だからどうやって生きるんですか？まあ僕の信仰はそうですよ。どうヤクザで命をなくしたと思えば、思えばじゃないけど、そっから救われたんですよ。そのような骨のあるクリスチャン、私はここでそういう人を育てたいんですよ。一緒に頑張ろうぜ。僕だって偉そうに上から言えるもんじゃないですよ。でも一緒に神様に喜ばれる生活をしようぜ。僕たちは影響力のあるクリスチャンですよ。見ても語っても動作にしても態度にしても、そのようなクリスチャンになろうぜ。この国をひっくり返すぐらいのクリスチャンになろうぜという話なんです。ですから皆さん、あ、熱苦しかったら本当にごめんなさい。でもそういう熱く生きるところなの。ともにここで刑務所から出てくる、明日一人またここで生活する人が帰ってきますから、その人のために私たちは捧げなきゃいけないし、時間も使わなきゃいけない。しかし私は同じとこから救われたから、刑務所から出てきた人を救いたいんです。その同じビジョンを持って皆さんここに集まって、ヤクザと礼拝できるなんて怖いって言うんだったら予想ってください。でもヤクザと礼拝できるのはここしかありませんって言ったらここに来てください。刑務所の出る出の人が怖いって言うんだったら予想ってください。天然記念物のように喜んでるんだったら来てください。ね、どこに私たちは同じ焦点をもらうか、ね、定めるか、これが集まってるんです。皆さん本当に感謝したいと思います。ですから皆さん、教会が違う方が今日いらっしゃいますが、どうぞ刑務所全部に捧げてください。日本を変えるためです。私が変わったのが、勇気が変わって、ユミさん変わって、ユミさん変わって、変わることができます。教師の理が変わったように変わることができます。志村君変わったように変わることができます。アメン、アメン。お祈りします。神様、今日はアジタスのホモ宣言、あ、ホモ宣言って言うんですよ。アジタスの本当に麗しい男の友情の物語と救いの証、私は本当に感謝します。あなたの死が、不思議が、このような奇跡を持って目の前で、アジタスを見て、そして、勇気を見て、あなたが生きて働いているということを本当に見ることができて、こんな素晴らしい信仰生活はありません。神様、どんどんここに罪人と蔑まれた人を送ってください。しかし神様、一つだけあなたに条件があります。本当にあなたに命をかけるというぐらいに気合の入った元罪人を集めてください。アーメン。やる気のない人間は神様よこさないでください、どうぞここに来る手前でつまずいて刑務所に入ります。イエス様の名前を通して、アメン。アメン。